不法集会は和骨コニョ40レベおめでとうございます。嘘でしょ、ごめんうるさくて、自分の声がちょっとうるさい。逆にうるさい人は言ってください。あ23真っ暗さん、リュークさん、リオさん、いらっしゃい。大丈夫、いいや。はい、始めようか。うるさ、ちょっとゲーム音がよくわかんないんだよね。昨日ちょっと動画を見たっていうか自分の放送を見たけど、でもそっちで見ると意外と小さいというか、まあいいよね。いやー、40レベルになったの？ほんとだ。次70人も必要なのか。無理だね。それは無理だ。っていう、前回もそうだったけど、なんだかんだで言ったな。ただ40になっても何もいいことない。45ぐらいにならないと意味ないんだよね。一瞬。いやー、予約枠とか無料になるんだったらいくらでも取るけどな。でですね、昨日あれです。昨日なんかこれ見ないのか。昨日はこれですわ。食堂のあたりはまだうろついているらしい。流殺と関係ある何か、外人がね。はい。わこ、こにゃ。パワーアップじゃねえんだ。ルセムさんいらっしゃい。そんなわけで続きをやっていきます。昨日の続きをがっつりやっていきます。カビルンルさんいらっしゃい。ほんほん、割り込まないからいいよね、もうね。昔みたいに順番待ちっていうのが今あんまないし。ちょっと待って。やっぱこれダメだ。暗いね、夜は暗い。ちゃんとフォークリフトエリアは抜けましたか？まだです。若干抜けそうなところに来てる気がする。で、食堂の前ってこっちか。和骨です。うわー、イベント、昨日の痛い。来たぞ。あ、違う、7時か。なんだよー、なんだよ。涼介さんいらっしゃい。はぁ、涼介さんはいやいや取らないの。いやいや取らないの。これまた来週の木曜に変わるよ、名前が。もう入れないのかな。あ、まだ8時までやってるわ。和骨、今日は警備員とのバトル？わかんない。外人とバトルっぽい。おじいちゃんいらっしゃい。外人がうろついてるらしいんだけど。今俺ここにいたんだよね。コンビニか？今日はいないのかな。いや、いや待て。もうちょっと後にならなきゃダメかな。湯川さん、湯川さん。いや、湯川さんもいらっしゃい。じゃあおじいちゃんや、おじいちゃん、いや、お前じゃね、お前じゃね。すいません、違う、釣り人だわ。もう帰るんだ。今日は一匹も釣れなかったよ。はい、こんな日もあるさ。はい、失礼しました。あ、待て、この人に聞いてみようか。じゃあ、はい、何でしょう。いいね。マッドエンジェルスの取引って知りませんか？取引、ああ、さあ、わかりませんね。事務所からはあいつらに関わるなって言われてるんだ。そうですか。事務所からは、事務所ってなとこなんだ。とりあえずちょっと何か起こんないかなと思ってうろうろしてみよう。あった、おじいちゃんがそろそろ俺に興味を。おお、今のは、うわ、バコツ。今はちょっとダメだ、このじじい、もう俺には興味がない。絶発になっちゃう。あった、後でな。はーい、釣り人、釣り人。和骨、すいません。よ、兄ちゃん。何、仕事を慣れたか。これ積み荷だけは落とすなよ。サブゼロですよ。より高いんだからよ。キャラ濃いよ。ちょっと待ってね。あ、なんかあんこちゃんがおかしくなった。よし、オッケー。釣り人、外人がいるらしいんで、食堂のところに。いい人だ。昔の悪友そっくり。嘘。消えたらようなしかな。釣れなかった。ああ、そういうこと。あるさ。使った方がいいのかな、おじいちゃんの技。食堂のあたりはまだうろついているらしい。まだうろついてる。食堂のあたりはまだうろついている。遅かったのかな。お前か、うろついてるやつ。すいません、ちょっといいですか。メガネ。悪いっすけど。後にしてもらえますか。そうですか。後って、後ってなーに。ここ釣れない場所なんじゃないかと思えてくれる。今はちょっと、今は食堂か。
ついにこいつが役立つんじゃないの？まさか。またガチャやって出るとバイク来てんじゃねえので。まだガチャも出てねえやつは出てねえからな。案外バリエーションもない。今持ってるやつはね、ボナンザーブラザーズとか出たけど。お前かついに。すいません。はいはい。何でしょう。マッドエンジェルスの取引について知りませんか。ちょっとそれやばいよ、うん。大きな声で言わない方がいいよ。ファンタジースターとか出た？出てないのよ。これはまだ出てない。顔の割に可愛い声だな。実はいいやつなんで多分。ああ。上の通知で名護瀬の生放送が表示されておられた。マジか。こっち来いよ名護瀬。ああマックスさんいらっしゃい。結構見てくれてんのかなこれ。挨拶はないが。ジャロンガじゃないかな。あないのかな。カトキはじめに関係あるとダメなのかな。食堂ってここしかないよね。一旦離れろってこと？9時とか8時とかまたこれ。いや、ここ、あいつか？あいつ釣り人だ。ちくしょう。お前か？すいません。申し訳ないですが。早いよ。作業の邪魔になります。離れてください。はい。わかりました。8時だ。こういう時は飲み物飲んだ方がいいのかな。クラブ探し大変ですね、はい、そうなんだよね。基本的にそういうゲームなんだけど、それをいかにまあなんていうんだろうね、苦痛にならないようにというよりはちょっとリアルにしたいかったのかもしれないね。嘘をつかないなんかこうバランス調整というか。久々に名護瀬見たらげっそりしたのか、やたら頭でっかちに見えた。ああいや、あの人そうなんだよね。いえ、それを隠すためのなんかなのかもしんねえなって思った俺は。いやなんか多分画像かなんか探すとあるよ。すごいのが。すごいやつ。もっと下から煽りで撮ってあげないとってやつが昔からある。もうあの今のスタイルになってからね。池皿も今の姿は引くよね。笑うそ。またさらに朝日がおかしくなったな、あの人。ちょっと待って、本当にマジで。アシャさんいらっしゃい。本当にマジでアシャさんいらっしゃい。これさ、食堂ってここしかないもんな、絶対。弁当屋のことじゃねえしな。俺は少しかわからない。ただ聞くしかないんだよね、このゲームね。すいません。ちょっといい。あ、お前さっきのやつじゃん。巡回中なんで、はい、別の人に聞いてくれませんか。キャラ来い。あ、猫。猫。ぐらいなんだろう。40後半ぐらい。ブシザーブレード。あの聞きたいことがあるんですが、急いで行くところがあるんで。嘘。別の人に聞いてくれるかな。振ってる振ってる。うん、9時かな。ちょっとこっち行ってみるか。ローラー作戦しかないのか。基本的には多分分かってる。あ、嘘。閉まってるな。ダメか。釣り人か。池原ってまだバーチャやってるのかな。やってバーチャ2やってんじゃん。まだずっとバーチャ2やってたら面白いけどな。イエス。あのなんだい。マッドエンジェルスについてなんですけど。港の不良どもだろ。魚の話か。そうだな。この頃ほほほ葉月って人のことを聞いてたな。はい。そうですか。バレてきてる。俺のことを聞いて待ってる。おう、お倉庫に誰だお前。怪しいやついませんでしたか。見かけたな。おい、マッドエンジェルスのやつら。釣り人と思いきや。マッドエンジェルス。どうしたどうした。あいつらの取引のことを知っていますか。池皿って池袋サラさん。そうそうそう。そうですか。変なこと今聞き込むの。すいません。なんだい。夜に怪しい人見かけませんでしたか。見かけたな。はい、マッドエンジェルスのらしいんです。え、あいつらだったんだ。やっぱ夜なんだ。あいつらの取引の情報を教えてください。名前出すから。知らないな。とぼけたこの野郎。ました。絞り出そうか。ちょっといいですか。ん？流札って言葉聞いたことあります。流札？なんだいそれは。アホ。流札そう。葉月って。あれ、あ、じゃあそうです。飛ばして損したと思ったら飛ばして正解だった。そろそろ時間的にいいんじゃないこれ。
まだ早いか。じゃあ9時過ぎるまでガチャやるか。一瞬で過ぎそうだけど。ぐるっと回って入る。よし。よし、楽な格好で。いやよ、米外しました。あれ？米レベルアップ、雨で。ありがとうございます。あれ？そっか、つけてくれたんだ。分かってた、分かっててやってたんですね。分かってないのかと思ったから聞いてたんだけど。分かってたなら OK です。しよう。ファンタシースター系出るの？誰かがネイが出るって聞いたけど。この回し方毎回気になるな。お？青い？あ、さ、サイコロ？同じやつだな。同じやつとか言う以前に。サイコロ、サイコロか。ガチャガチャでサイコロ出たことないな、こんな、こんなんは。どうでしょうか。今は100炎でできるガチャポンもほとんどなくなってしまったな。100円は、かっぱ寿司とか100円、ああ、また出たよ。ソーセージターン、ソーセージターン。ソーセージターンいらっしゃい。団子ちゃんいらっしゃい。帰ってきた？続けてみるか。秋田から帰ってきた？青森か。あ、時間だ。皮膚に当てて引き金引くとパチってなるやつはよかった。皮膚に当てて引き金を引くとパチってなる？皮膚？これは何これ？あ、え？ん？あー！ゴールデンアックスのあの乗り物か。尻尾でブーンみたいなやつだ。チキンレッグっていうのこいつ。チキンでもないし。続けてみるか。あー、カチンコのことか。これチキンレッグっていうんだこいつ。紫色みたいな、ピンクみたいな。なんであんなに汚い色だったんだろう。腐ってたね。腐ってやがる。なんこれ。おお、16トン来た。16トン来たけど裏になんか書いてある？セガって書いてあるのかな。16トン来ちゃった。ヘビーボム2ってなんだよ。帰った？お帰り。もう少し遊ぶか。はい。いや、もう外出るわ。やっぱり。メイドインチャイナ。はい。マジで。臭い盗聴器とかよく集めてたわ。あー、わかるわ。もうああいうの見るともう絶対やっちゃうわ。出ねえけど。で、出ても大したもんじゃないっていう。コマビジ使いたい。ポッポーズ投げようぜ。フロム。16トン上から落とそうぜ。実用性あり。そろそろ帰るか。はっ！はっ！なんか帰るかなって言ったよこいつ。帰ろうとしたら町田兄ちゃんでしょこれ。あれあれ、あ、こっちか。あれてか、そろそろ帰るかなんか初めて言ってるよこいつ。そんなことないか。冷めやらないシェンムー熱と聞いて。いやー、冷めたらおしまいだよこれ。ちょっとどうしよう、おじいちゃんかな。何も起きない日なんじゃない。そういうのがあるんだよこのゲーム、マジで。おじさん、ダメだこいつ。アリスさん、ゴムドさんいらっしゃい。気だるくての。何があったん。また後でな。そうですか。無理にコーラ飲ませてちょっと喋らせたいんだけど。鍵がかかってるな。まあそうだろう。おかしいね、なんかねえかな。帰ってもいいけど。すいません、どうしたんですか。あ、いえ、ちょっと。おチンピラみたいな連中も追いついてるんで。早く家に帰ったんだろうな。そうそう、竹町はマジであれ、竹氏が言ったこと全部、なんか今フラグ立った。フラグが立った。クララも立たない感じなのに、この感じ何にもない、何一つないこの夜。フラグは立ったのだろうか。今読み込み入ったんだけど、帰ろうとしたら来んのかな。町田兄ちゃん来んのかな。このおじいちゃんちょっと強そうなんだよ、ね、何かご用ですか。あ、いえ、別に。へへ、黙るなよ。ダメだ、食堂のあたりってなんだろう。食堂だよな、いつもな。ここら辺来るとふわっとなるよね。入った方がいいのかな。まだギリやってるよね多分。あ、やってねえや、8時までだ。全然閉まってる。ダメだ、もうあかん。へえ、やばい。なんかほんと帰った方がいいのかな。単にこのゲームの作法がいまいち、やっぱ作法がないんだろうなこのゲームは。な、法則みたいのがないように、いろんなとこにこういろんなもの散りばめてある。
法則とか掴むとその効率のためだけにさ、なんか無駄なことをやらなくなるから、そういうことじゃないんだよね。きっとなんかいろんなことを試行錯誤していく楽しさみたいなのをやってほしかったんだと思うんだよね。やってほしくて作ったんだと思う。若干こっちなんか怒りそうな気がするんだけどな。まだなんかありそうでない。マッドエンジェルスのマークはあるけど何も起こってないっていう気になるスポットあんだよな。遊びに効率求めるのもな。そうなんだよね。だからそれを多分あえて崩したかったんだろうね。あの聞きたいことがあるんですが、この距離感。急いで行くところがあるんで他の警備員に尋ねてくれ。そうですか。あの壁に誰かいねえかな。いねえんだよな。作業を作業にさせないために作り込んだんだろうね。そう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 。っていうかもうそれ以外に方法がないっていう風に作りたかったんだろうね。これ人にいろいろ聞いたりとかするっていうのを作りたかった。すいません、こいつ絶対ダメ。こんなところで何してるの。あ、いえ、ちょっと最近この辺り物騒だから用がないなら帰った方がいいよ。まあ探してんのは俺なんだけどね、あいつらが。ね、猫とすれ違ったなあいつ。何事もなく。とりあえず、とりあえず。あ、全部ダメだなこれな。これ言ってダメだったら帰ろう。なんか知ってるやついねえかな。あの聞きたいことがあるんですか。あれさっき見た？急いで行くと。お前いた。わかります。お前聞いた。そろそろ帰らないと。なんだこのそろそろ帰、これそろそろ帰らないとって帰ろうとしてる時なんか来るっていうフラグこれ。それを表してるのかな。なんかそろそろ帰らないとってこんなに言ったことなかったんだよな。何かうずいてんのかな。あ、もしかして家が狙われてるとか？帰ろう。イネさんやられてるかもしんないこれ。帰ろ帰ろ。ちょっと待って、こっちじゃないな道が。こっちじゃないな。所長専務やりすぎだろ。へへへ、渡さんいらっしゃい。いや、やるよ。クリア目指して急いでやるよ。やれる限りやっていく。今日も何時までやるかわからんよ。お付き合いいただける方だけで結構なんでね。まあ、おお、なんだ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 、人コンビニだ。どうも。横須賀の夜は長い。よし帰ろ。一緒に釣りとかできたらよかった。そう、俺釣りできんのかなってちょっと思ったんだよ。にもやるの？にもやりたい。実は豪傑寺のババア並みに強かったりしないかな。イネさん多分ね、残像を使えるから大丈夫。今日何曜だ。とりあえずまあ待ってりゃ来るんだろうけど。月曜日。あれ？日曜日って書いてあった？月曜。じゃあ0と30だね。年末すぎる。はあ、そうだね。でもさ、このさ、1986年ぐらいの年末ってもうちょっと年末だったよね。出た、来た、こいつ。ちょっと待って、これ新年迎えたらどうなるんだろうねえ。か、でもあれでも中だからな今な。ちょっと待って、お前喋った方がいい。どうも。ああ、どうも。そこまでだ。来たよ来たよ、バス来たよ。お前ちょっとバス来たのに何やってんの。おーおー、すげえすげえ横にずれた今。シュンって、あいつも使い手だったのか。ゴー、これやっぱ早く帰らなきゃいけなかったイベントだったのかな。はあ、なんか家がファミリーが狙われるとか言ったよね確か。まだ民放で行く年来る年やってた頃かな。そんなあったっけ。行く年来る年ってすげえ聞いたことあるけど。ん、あれって時刻表の薄汚れ方たまらん。そうね、あれってさ、紅白の後にやる番組か。さあ帰ろう。86年の12月というと、たけし軍団のフライデー襲撃事件の頃。すげえ前な気するわ。ねえ、ほんとだよ。あ、いや、イネさん、福さんが、福ちゃん行く？そっち行く？マジでか。
相当な好きもんだぞ。新年迎えたら正月になる。うん。ねえ、クリスマスもなんもなかったけどな。この時代は多分部屋、家に、あの、しょうもねえ綿をつけたクリスマスツリーをさ、立てて、なんか、お、なんだ。あー、やべえ、時間になっちゃった。あれ、そんな時間かかった？ハングオーバーは半年ぐらいだったっけかな。3月ぐらいっすよね。3月いっぱいみたいな。帰宅。おい、なんか一瞬で帰ったぞ、お前。1分経たずに家に着いたぞ。あれ？何もなかったぞ。なんだよ。何もなかった。86年って書いてあるね。1986年12月って。10歳だな。俺が。あれ？合ってるわ。10歳か。なんだろうね。ゲーセンには何があった頃だろう。青森は涼しくていいぞ。今？今日？ああ、そっか。え、今、え？今青森なんだっけ？帰ってきたよね。いや、富士山の上も涼しいよ、きっと。サラマンダー。あ、嘘。サラマンダー？なんかもうずいぶん立ってるな。パックランド？マリオのスーマリの手前じゃん。ファイナライザー。すっげえなんかみんないい、いいところを調べてきたな。食堂のうろつきを頑張ろう。トップガン公開1986年10月。それを考えると古いな。あ、そうなの？スラップファイト相当古いね。あ、そう。じゃあもう、もう。だって俺、ゲーセン会を始めてもう6年ぐらいだもん、それ。10歳って言うと。俺にとってはなんかもう6年ぐらいで新しいソフトの印象になってんだな。グラディウスで俺を分ける感じだな、多分自分の中では。バブルボブルも近いか。あ、マジで？バブルボブルってまだ出てない。おい！もういいって、レースは。アウトランもか？ほれ。あ、アウトランの時代、そっか、ゲーセンにあるあれがその時代か。ダライエスも？フライトジャケット着てるのはトップガンに影響されてるんじゃないかな。マジ、あ、マジで、そういうことか。もういいよこれ、勝ちたいけど無理だわ。今日こそ勝つ。勝ったらもうなんかやめさせてくんねえかな。ずっと山の中だったから携帯、うん、現在安定でしたよ。はい、山って入らないんだ。アーガス、アーガスなんて俺ゲームハウスってゲーム屋でやったのすら覚えてるよ。どの配置でアーガスが置いてあったのかすら分かるわ。セガラリー始まった。セガラリーというか、というか、ディスクシステムも86。あ、マジで。デートナー。危ない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 。やってもうた。減速なしで行きたい。あ、もう絶対押さないで。これこいつすげえ、本当押してくる。押されたら押し返さなきゃいけないから。やべえ。半沢ってそういえばやるんだっけ、年内に始まるんだっけ。ダメオベア、イヤハ。よし、なんなかった。あいつが1位でこいつが2位なのかな。実際フォークリフトでレースしたら楽しそう。うん、後輪が曲がるっていうのはちょっと体験してみたいね。後輪がこう曲がって走るかな。ドリフトカーなのかな。あのパンク仕掛けのチャリンコみたいな、パンクしたチャリンコか。後輪が、本当にこれやったら旗迷惑だよな。っていうかこれ何時なのこれ。あ、8、いや9時、9時か。まだ人が来る前なのかな。こいつらの唯一の楽しみなんじゃないの。これで1位なのこの人。あれ抜けそうじゃない今日。意外とスピード出るからな。うん、こいつよりいいライン取りで行かなきゃいけないってこと。おい、ちょ、ここに来て急に道が分かんなくなったよ。取れるか。いや、まあこれミスったな。あいつをちょっとぶつけられるまで近づけられれば、もしくはなんか弾が打てれば。操作で片手は膝の上。え、そうなの。港湾施設ってほぼ1日中人いるのに。え、そうなんだ。どこでこれ距離を縮めればいいゲームなのこれ。ああ、今2周か。え、あと1周あるの。あるわ。いけるか。じゃあよし、行こう。よし、ここら辺むずい。よし、ぶつかったぶつかった。やばいやばい、ぶつかった。トリップストリームだ。そう。いやいや、トップスピード俺のが速いと見た。ギギ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 ギ
こいつふざけんな、ちくしょう、絶対無理だこれ。あとどうなってんだっけ。やりおる、やってくれたぜこいつ。ああまだあんのか、激しいライン草木。よしよしよし、いけるかいけるか、あいつぶつけたい。あやべえ、これ無理か、これいけるか、いったか、これいったか。なんというイン、あ勝った勝ったんだけどこれ、ヤッホー、勝ったぞこれ。なんだよ最後なんか変なことになって勝った。はぁ、インをついた。やった、ありがとうございます。やっこれ1位取れねえと思ったけど取れたな、ありがとう。ナンバーワン、見た目変わんねえ。あ、1って背中の数字か。新入り、もうね、すげえベテラン感あったのにな。ポケットに入れるからね、危ない、あんな尖ったもの。よかったなぁ。よろしくな、リョウ。はい。ああ、今日は荷物の入れ替えをやってくれないか。お、ああ、入れ替えね。まずここにある、失礼、ちょっとケーブル砂漠を運んでくれ。そこで荷物を下ろしたら、今度は第8倉庫にある荷物を運ぶ。行き先は18番倉庫だ。はい。私は知ってるな。まず第8倉庫に荷物を置いて、それから18番倉庫へ行くんだ。いや、勝ったな。あと3分か。間違わないように。これ多分これそろそろ外人来るんじゃない？いじめに。分かったよ。楽しみだ。わこつ、フォークリフトのゲーム？うん、フォークリフトゲームです。あら、これどうなってるのかな。ちょっと曲がったらスクールボーイ1 ちっちゃい。ちょっと待って、俺どこ行けんだ。荷物がそこだから、あれ、いつものあれじゃん、イン、右の方に。あ、早いな、ぶつかんの。え、ちょっと待って、ちょ。そしてこの後フォークリフト同士の熱いバトルへ。ふう、見えねえ。後半のここ面白いだけに前半の地味さが。で、待って、フォークリフトが楽しいってことそれは。むしろフォークリフトがこのゲームを構成していると言っても過言ではない。もうすっかり倉庫の場所も把握して、笑う。そうだな。あれ？あ、これ中でインとアウトがまた前回、あれ？これ昨日と一緒で？全く一緒じゃないか、これ。大体分かったもん。なんか銃器で戦う格ゲー的なゲームありましたよね。そんなものを知りませんよ、ブチギレ混合なんて。よし。プレステ2初期のやつでしょ。きで、ああ、なんか大体合ってる。あ、持ってかなきゃいけないのか。職場でフォークいじってきてゲームでもこれだと笑けてくるな。ブラストドーザーかもしれん。ブラストドーザーかい。若干ロボとかいるやつ。アウト、合ってる。危ない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 。もういいや、こっちから行こう。終わりかい。次枠です。俺クラクションだけ立派にでかい。はい、お疲れ様です。え、ここに入れんのまた。あれ、あ、あ、18入れんの。はい、お疲れ様でした。うん、クラクションいいんだよ、なんかフェッ。はい、お疲れ。30秒。危ない危ない。じゃあ危ない、いた。いやー、なんだろう、苦痛じゃない、苦痛じゃないよ、苦痛じゃないことになんか違和感を覚えるゲームだなこれ。次枠です。やべえ、やばい。で、何するんだっけ、なんだこれ。あ、いいや。はいはい、続き行こう。危ねえ。若干レースは役に立ってる気するな。はい、1個目さんいらっしゃい。邪魔邪魔邪魔。猫ドーンドゥーン。団子ちゃんいらっしゃい。おう、やべ、ちょっと団
こちゃんち、いつ遊び行けるの。おっおっ、違う、持ってくんだよ、これを忘れるんだよ。和骨。おっおっ、三亀さん、絶敗さんいらっしゃい。和骨です。来た。荷物まとめて2個持てたりはしない？そうなの、持てないんだよね。持てたらやってるし、上げたまま走るのも好きでやってるわけじゃない。またフォークリフトやってる。ぶつけたら言及言われつつ、言及されていないような。言及された試しないね。だから派手にぶつけなきゃ大丈夫だって、これもなんか分かってきたな、これ。これこの視点のままだいたい走れるようになってきたな。どうしようかな、上に重ねていこうかな。もう俺の楽しみはこのチェンムー配信だけだ。何の話。いやそっか、どうして他に楽しみがないの。危ね。ワコドライブシミュレーターすら、うん、なんか今読み込んだね。も超綺麗になってる。うん、ねえ、最初結構すぎ時間かけてもさ、人間って慣れるんだな。終わったらチェンムー。終わったチェンムーズ。てかうまいな、笑。まあぶつけることはぶつけるけど、ここぶつかんだよね。うん、これ上げたまま走れないと前が見えないんだよね、多分ね。下にあると足元がこの下の方が見えないから、だからこういう上げたまま走るようになってるっていうのを説明しないとね。なんで上げたまま走るんですかってすごい言われる。もはや中堅重要員ですね。ねえ、なんかあの新人にしてはって言われた時にちょっと若干俺は違和感を感じてしまった。え、そこ俺新人なんだまだみたいな。これもうちょっとエンジン音とかリアルだったら最高だったな。振動ドルドル、あのプルプルバックで振動めっちゃくるとかさ。ちょっと奥まりすぎこれ。ああ、まあいいでしょう。バイトヘルはコツ。この配色はトヨタのリフト。へえ、そうなんだ。この縦2本がすごい基準になるんだよね、これ。すごくやりやすい。いや、なんだろうな、ドリキャスって。なんか、てかシェームーはやっぱすごいよな。こう影のつけるのだって手作業だから言ったらさ。わこつ、危ねえ。バイトヘルってゲームやったな。うん、バイトヘルね。わこつ、シェームーって何ゲーなんですか。アシャさん、ルセンさん、何ゲーなんですか。フリーというジャンルでグランドセフトオート3をもっと固くした感じだね。まあ言ったら本当に免許取る時やってると。どうなんだろう。お、面白そう。うん、このゲームを見たグランドセフトオートのスタッフがあれって、あぶね、こういう風に作りゃいいのかって。あれ、俺これいいんだっけ。あれ、ちょっと待って、あ、いいんだよね。たまにアクション。そうだな、基本的にはバーチャファイター RPG というコンセプトというか、まあ形で作り始めたんだけど、何でもできる嘘のない世界というか、リアルな世界を作って中に、まあ、なんか物語を作ったらどうなるかみたいな、まあ、若干俺実験的な作品なのかなって思うけど。邪魔だねこの人たち。猫もいるよ。お前らそうなんだよね。これ以上作り込んだゲームってないもんね、言ったら。あのメタルスラッグのドットとかああいうのとはまた別でさ。怖い怖い、猫乗ってこないかな。でも実験だからこそ金かかるんだよね、これ。マジで。あ、ゲートフさんいらっしゃる。工場でライン、待て待て。ミニゲームとして、あとビリヤードがあるって友達が言ってたんだよね。あのビリヤードって外人がなんかすっげえなんか言ってきた。嘘でしょ。時間見てなかった。あー、あと1個いけたな。ちょっとこれは失敗だ。猫さえいなければ。猫と人さえいなきゃな。時間を忘れて荷物運び。普通にもうなんか雑談しながら綺麗に荷が詰めるようになってきたからね。一番複雑なルートになってるのに、移し替え作業だから。なんかあるかな話。あ、なんもない。この聞き込みの時間もちょっとあんまりもう今必要なくなった気すんな。マーク、リョウ、
big news. Oh. Tony and Smith are going to talk to Lucy. Oh. 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 Oh.ちょっとこれせめて週1ぐらいは休みあったらよかったのに。そうなんだよね、休みはなさすぎるんだよ。ゴロと結婚するらしいっていうかさ、まだ相手高校生とかでしょ。あ、もうするのかな本当に。え、トミーとスミス、トニーとスミスはいない、まだいないから、じゃあそれとはまた別件か。トニーとスミスを探すあれがまだある。もう駄菓子屋とか入れないし。仕事慣れたみたいだね。まあ、ああ、そっか。なんとか。あ、マジか。いつまでバイトするけど。え、マジか。ああ、そういうことか。そう、もう5時、駄菓子屋って何時じゃん。じゃあまた。はい。すいません。怖い怖い。ん？取引のこと何か聞いてませんか。それって例のマッドエンジェルスのか。ええ、そうです。よし。わからないな。なんかいねえかな。 でもちょっとさっき怪しい連中を見たけど。おおお、関係あるかな。おお、本当ですか。さっきどこ。ああ、おお、来た。休憩所ってとこだっけ。あ、そうですか。待って待って、休憩所ってとこだ。ちょっと待って、いやもう行くか。ピローンってなった今。タズキ、マッドエンジェルスの取引があるらしいんだから。早く。いつなのか知らないか。2時までは自由だよ。取引？じゃあいいわ。おおお、あいつらに関係あるかもな。なってない？そうか。どこで？どこで？休憩所ってこっちじゃね？あれ？休憩所ってここのほど？これ集会所？あれ？休憩所ってどこだ？コンビニのことかな？あ、事務所だった。じゃあダメだ。あの人にちょっと話が聞きたいが今急ぎなんだ。休み中にこれちょっと一悶着起こしたいね、これ。いやー、シェムってあれだな、こうなんか、なんだろう、シェムの面白さってこう何もない時間が長く続いた後になんか何かが起こるんじゃないかっていう、こうなんかワクワク感、あれって、うわついに来るっていう楽しさみたいな。だから、ああ、待たされることのとか、じらされてる感がちょっと逆にいいっていう。休憩所いねえかな。これ休憩所じゃないのかな。ちょっとどこ行くのお前。ルンバみたいになってっけど。行け行け、ここだ。ここだよ。ちょっと待て。ちょっと待てよ。頼む。何かあってくれ。なかったらガチャガチャで帰る。中にいるのかな。いないな。比較的すぐ来たんだけどな。一回だけやろう。面白そうだな。ちょっとやっていくか。ああ、金はたまるな。下手すりゃ本当にあっという間に金たまりそうなんだけどな、旅行資金。赤い。アレク。同じやつだな。アレクやん。いたしたとこで出るんだったらいいけど。ただの車はちょっといいわ。もういい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 よもういいよ帰る。やっぱりやめよう。ちょっと姉さんに聞くか。おさるさん。すいません。アレークが出たよ。何でしょう。外人。マッドエンジェルスの取引について知りません。そうそうそう。ちょっとやばいよ。リュークさんいらっしゃい。もういい、この人は知らない。頼むよ。怪しい外人。殴ってこいよ。話が進まん。あ、わ。熱いな。おい、涼しくなってきたけどな。まず外人どこだよ。食堂？僕でしたって言いながらトムが出てきたり。あ、トムに聞いてみる。あいつ今のとこ役立ってねえからな。あれトムこっちじゃねえよ、こっちじゃねえよ。エアコンの入力音にしたい。ハハハ、いいじゃなくてね。でん、聞いてみよう。すいません。よ、出た。お前だったっけ。運転慣れたか。お前の運転は荒っぽいぞ。なぜバレた。怪我だけはするなよ。なんか言えや。
りょうくんなんか言えや。おじいさんいない。振り向いていく。完全バレたわ。開いてるよ。わこです。3D 王さんいらっしゃい。にじるさんもいらっしゃい。外人、あいつ俺が運んだ荷物が、あ、休憩中だからかこれ。レースしてるくせに荒っぽい運転で怒られた。レースしてる他のメンバーがよくわかんないんだよな。ドリームキャストって売ってますか？売ってんじゃないかな。頑張れば、頑張ればまだ。あ、この絵描きがついに来るんじゃないか。トムがいるなもこれ。喋れや。取引がいつあるか知ってますか？唐突。知らないわ。そうだろうな。でしょうね。じゃあトム。知らないだろう。うん、知ってたら怖いわ。ショップで4000円で置いてたの。あ、本当？ちょっと聞きたいことが。ここまで話が具体的に分かったら分かんじゃんこいつ。お前これかよ。だめだね。エンジェルスのやつらは。うん。取引のな。前ゲームやったら2000円であった。おお。まあ場所によるよな。あと状態。そうか。ミル CD 対応とかそうじゃないかとか。まだまだたまるっしょ。あのね、こう見てこようかな。好きなゲームが結構あるんだったら買うとかなり楽しいよね。てかマジでダメだ。なんだピコンってなんなかったし、やっぱダメなんだな。いないよ。あれ減ったよ。ミルクと対応本体はなかなか難しいね。古いしね。古い本体だしね。てかもうバレてる人が回収してるよ。トニーとスミスがもうすぐ流殺だと話していた。本当かマーク。それでいつなんだ。多分数日後。夜の休憩中なのかな。ゲーム1は300円、2は2000円ちょいで買った。2って高いんだね。若干。ちょっといいですか。はい。流殺って言葉。ああもうダメだこいつ。流殺を聞いちゃう。なんかなんか。そういやこの頃あいつら。え？ハズキって人の。ああはいはい。わかりました。ハズキを殺すって意味で流殺ってこと。流関係ない。かっこいいな。一応英語を使う。マッドエンジェル。あもうこのここら辺って。そうです。これもダメだね。には出荷自体が少ないのかな。あり得るね。だって10万本しか売れなかったって言ってたから、売れれば量産されるだろうし、増産か。量産とか。いらっしゃい、りょうくん。それはあるかもしれないね。あと枚数が多いじゃないディスクの。だからそんなに大量には作ってないかもね、余分には。新しいメニューも考えなきゃならないし。レトロ系の中華ドリキャスは需要がほどほどやからな。まあ本数自体がそこまで多くないからね。店の方にも行きます。今無印どころじゃない。それしか言えないな。無印がないってことか。投げ売りもしてなかったもんな。そうね、時期的にも2時だよ。ハトが鳴いてるよ。もうこんな時間か。右耳でハトがめっちゃ鳴いてる。 TB's High みたいな。そっか、これが終わってまた食堂に行ってびっくりしたわ。すっかり忘れた。見切りが早かったな。まあしょうがないよね、売れないんだもん。プレステ2、逆にプレステ2がめっちゃ売れてるみたいな。まず第8倉庫に荷物を置いて。違うわ。それから18番倉庫へ行くんだな。はい。売却する人も少ないという可能性も。壊れやすかったのかな、ドリキャスって。てか壊れやすいゲームが多かったのかな。あのゲームなどが結構壊れやすくしてたのかな。読み込みが激しかったり。ワイブバンドさん、どんどんいらっしゃい。邪魔くさし。海に落ちそうだ。スポーンって。うわ。うわ。ああ、もう一個起きたかったな、これな、さっき。出た。若干寄った。結構読み込み激しいよね。いや、PSO やばいんだよ、あれ。上がりまくっている。あ、これは下行った方がいいか。なんかライン来た。おお、びっくりした。前進しながら荷物取ったけど。ガクーンってなった。ラインが来たけど、なんだろう、誰だろう、ちょっと待ってね。あ、これ何なんだろう、ラインのウェブストアにログインできませんでしたって何だろう。2回目なんだけど。なんか誰かが乗っ取ってんのかな、まさか。ストアに行ったって俺、何も金なんか入れてない。カビルンヌさんいらっしゃいって言ってないかも。
ったよ。 PSO やりすぎてドリキャスもゲームキューブも壊したな。マジでやっぱ壊れるのあれって。 PSO は副破壊ソフトって言われてた。なんかすっげー読み込んでたよね。え、ゲームキューブもなあれなの、読み込みめっちゃな、めちゃめちゃな、ギッ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 、あのロビーとか行くと人数分読み込むやつ。いやいや邪魔邪魔邪魔。おっとおっとおっと。 PSO って何？ファンタシースターオンラインの略です。聞いたことあるんじゃない？今最近だと2がね、パソコンじゃねえや、なんだっけ、ビータとか。やばいやばいやばい。すいません、ダブル聞いたことあるかも。うんうん、そう、ファンタシースターオンライン、ドリームキャストってゲーム機で2000年ぐらいに発売、もうちょい前かな、まあ、発売して、そうそうそう、ドリキャス版と同じじゃないのかな。どこ行っても常に読み込んでる感じ。ゲームキューブの PSO はローカルでパーティープレイできるってとこ気あるけど、実際オフで集まって遊ぶことがないのよね。俺4人でやったよ。てか結構やってた。トネくんちでやった。PC エンジンのスナッチャー、メガ CD のシルフィードもハードクラッシャーだったな。し、なんだ今、読み込んだ。シルフィードは大変だったな、あれ。だって一番最初に真っ先に読み込まなくなったから。あれはちょっとハードが相当元気ないと読み込まない。オンラインもすごいけど、オフでレア狙いしてるとスナッチャー、あ、PC エンジンのスナッチャーもなんだ。へー、初めて聞いた。アタック。オンラインもすごいけど、オフで、あれ、レア狙い。ガチガチ。え？言い出す。あ、そうなんだ。へぇ。あのさ、最初赤い武器、赤い名前が出るとすげえテンション上がったけど、あのバージョン2みたいなやつね。赤色の銃とかないと、ほんとマジ何通りやなと思って。ガチガチってどういうことなんだ。あと、いや、あと2時間。ちょっと曲がってるな。まあいいか。スネアがオン無用だったんだっけ？何の話？ゲームキューブ。それはテレ放題の話じゃないのか。無料なわけじゃないけど、定額サービスみたいなやつだね。家で集まってが無理だったから、アドバンスのシャイニングソウルにハマった思い出。いや、いいね。それをやる仲間がいなかったわ。ただ、あれをやったらもしかしたら PSO のなんか軽減値とかお金になるとかいう噂が。を言ったらみんな興奮したけど、マジでみたいな。いや分からんけど、結局なんなかったけど。テレホマ、テレ放題はね、俺ドリキャスのおかげで体験できたんだよね。ありがたいことだよ。なんか昔話みたいになると大体テレ放題とか音響カプラだっけ、あそこら辺の話が出るけど、まあやね、PSO ドリキャスでやってなかったらやんなかった、体験してることはなかっただろうね。危ない。テレ放題も聞いたことあるかも、うん、夜11時から朝8時だか9時、あ、じゃあ7時だかを定額で使うっていうね、決まった電話番号だけね、もちろんこの番号に限りっていう、あれ、あ、そうだよ、なんかもう、なんかいつもと景色違うと思ったら、これアクセスできたな。大人数でガーディアンヒーローズできた時ははちゃめちゃで面白かった。テレコタイムにそれはそれは何の話だ、360の話か。テレホタイムにログインしてゆっくりね。あ、そうだ。っていうかね、ファンタシースターオンラインやってるとね、あの、土曜とかにやってるとね、気がついたら仮面ライダーアギトが始まってるっていう。オートダイアラーで接続管理していた。あ、危ない。何それ。俺たちの中ではだから土曜の夜に寝てしまう現象をアギト落ちと呼んでた。結構なるんだよ。アギト面白かった。アギトね、起きた、アギトのオープニングで起きるっていう。あー、SS 版の話か。いや、SS 版やったよ。でも俺やっぱり幽遊白書が面白かったな、メガドラの。だから俺にとってはガーディアンヒローズはそんなに印象よくないんだよ。なんかもう幽遊白書でいいよっていう、幽遊白書やろうってなるゲームだった。ちょっと、はい、行こう。おーおーおー、国際電話防止ソフトとか。ほう、あ、荷物外出さないの。
荷物外出さない？うん、その中箱、え、どういうこと？はい、危ない、危ない。あー、おっと、おっ、消えた。ありがたい。おい、前にいた。邪魔ない。これ、前回ってトータルで10個ってことかな。これ持ってって、いや、8？ 倉庫に荷物あったじゃない。これ持ってって、さっきの倉庫、これ持ってった、持ってった先の倉庫に荷物？ん？ん？ってか、なんか始まったよ。おい、トニーと違う。何？あいつら、イベント来た。引いてしまえ。来た来た来た、トミードマじゃない、女って。来た、わらわら。横につけるなっつの。聞きたいことがある。流殺の件でだ。流殺を知ってるな。知ってるな。何のことだ。聞く前に蹴ろうよ。動けるな。そんなもん知らないね。逃げた。あ、QTE か。おい待て、今度は追えよ。許さんぞ。右？左かい。あー、じゃあじゃあ、なんだよ。まあ、やり直しか、どうせこれ。グッバイボーイ、グッバイボーイ。ほんとだよ。戦いかい、急に。戦いになるのこれ。ちょっと早いよ。やべ、なんで右行っちゃったの俺。あ、左、正解かもしんない。あ、正解かもしんない。あいつを、ペドロ？あー、来た、出た、こいつ。嘘でしょうよ。多すぎるって、多すぎるって。ご苦労さんね、ボーイ。え？え？失敗？間に合わなかった？難しいね、キューティーね。いや、いいよ、ヘルプとか。うわー、こっからかい。ケロさんいらっしゃい。あと7分？なんとかなるだろう。7分あれば。覚えていくか。覚えていくか。ちょっと待ってよ。誰か1人が書いてくれると助かるから。ちょっと俺が書くか。いや、無理だ。そうなんだよ。毎、なあ、これなあ。これ長い。聞きたいことがある。これみんなが書くとね、おかしいなことになる。いや、そろそろ終わるんじゃない。この場面繰り返した回数だけシュールになって。そう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 。車は右ね。左、え、 B が出しちゃう、急にな。変わるんだっけ、これって。横須賀舞台なのにスカジャン着てるキャラは一人のみ。店はあるんだけど。さっきは成功したのに。いい処理落ちだ。ここでなんかチョンチョンってなってる。あー、 B 押しちゃったよ。むずい。こんなん覚えなきゃ無理じゃん。あぶねー。こっち正解だったのかな。ペドロ何してきたっけ。矢印か。いや、 B か。あー、わかんねえ。あー、ダメだ。あー、ダメだ。もう終わった。これは終わったわ。え、いけたの。え、なんなん。優しくするなら難しすんなよ。しかも来ているのはヤクザの事務所の見張り。苦手すぎる。これはちょっとわ、この大臣どもの筋力でたっぷり絶妙やな。戦いだったら余裕なんだけどな。 QT ちょっと早すぎるな。何ボタンが出るかがもうちょっと制限してほしいわ。本当に知らない。マッドエンジェルズのボスしか知らないよ。じゃあそいつを教える。テリーだ。おう、テリー、お願いよ。ミーが喋ったこと誰にも言わないでくれ。この大臣にいつも用意やられたんだ。おしゃべり、わらわら。そいつはどこに。命を取られるわけでもないのに喋りすぎなの。言い方、ユタバカにしないでよ的な言い方。どこにいんだ、テリー。教えてもらう、もうちょっと教えてもらおうよ。居場所とか。メルクがお似合いだぜ。メルクっていうの。燃えたろ。何を燃えたろ、キャンセルしてんの。へぇー、来た。おい、ユタバカにしないで。おい、なんだ、終わっちゃったよ。ノルマ達成したことになってないんじゃない、これ。あ、ちょっと。どうした。はい、もう来なくていいって。さっきあんたに客が来たよ。嘘、誰。客、
ああ、背広を着た若い男。灰色の？あんたにこれを渡してくれって。なんつんだっけあの人。どうも。実写だったらミッチーにやってほしい感じの人。機長。機長っていうのあれ。マッドエンジェルスがお前を狙って。機長かな。機長。機長か。なんたら機長って言いなかった。機長かって言ったよ。そうか。流殺のこと、陳大臣なら何か知ってるか。ほう。高明だったっけ？高明？高明？岸者ちょっと横にずらし。高明。高明って何？高明？ああ書き方か。なんか高明高明。あちょっと待って待って第8走行になってるよ。おい。なんか話始まった。あと3分ならなんとかなるか。よかった QT が2回で済んで。はずき。失敗しまくった割に。陳大臣。うん。流殺の日乱闘が来るんです。うん。なぜお前が流殺のことをマッドエンジェルスを締め上げて聞いた。さっきより1回正解が多かったんじゃない？ 1 回目より乱闘は流殺とは関係ない。あれも全部正解しなきゃいけないっていうわけじゃない。演出だから。自由門の下部組織だ。え、だがテリーたちは乱闘を沖の母船まで運ぶ手配をしている。やつは大幹部の乱闘を案内して自由門に有利に取り入るつもりだ。あなた方が流殺を阻止しようとしていることをテリーたちはすでに掴んでいる。え、ヘビーレインもちょっと間違っただけなら成功扱いだね。我々が使うには、うん、演出だから。ただ骨董や宝石類だが、テリーたちは薬に手を染めている。今度の大掛かりなにはそれだ。そっか、奴らをのさばらせておけば日本にあるの。マーケットは壊滅だ。我らのルートを荒らされれば中国の仲間にも迷惑がかかる。さあもう分かっただろう。巻き込まれないうちに帰れ。そうはいかない。君のような若者には手に負えんことだ。バイオ4は一回でも間違えれば終わり。流殺の日を教えてください。それはいい。あれはひどかった。だが連弾のとこは待て。え、私の忠告に従えば悪いようにはしない。バイト終わり。どことなくど暴走犬の人っぽい声だね。わかる。手紙を読んだ。鳴らさなくていいよ。男の息子だ。今日はこのまま帰りたまえ。わかりました。ひとまず引き上げます。ひとまず。君が無駄に命を落とすこと。時期を待て。父上は望んでは来るまい。それだけだ。早い。橋本。よし。どこ？あー、ちょっと待って、でも話はもう聞いたんだよね、じゃあね。テリーとドリーが、そうそう、あの、食堂のとこ？テリーとのとこ？探し出す必要がある。結婚するらしいのページに書いてあるんだ。はーい。食堂のあたりがまだうるついてるトニーとスミスっていうのはもう、いいのか。もういいのか、トニーがあれだから。結局お前は踊ってるだけだったな。トム。はい。相変わらず元気そうだな。はい。ファクシュートクラックシュート。疑惑もあります。いやー、これどうなんだろう。話は進んでるのかな。なんかちょっとよくわかんなくなってきたな。結局俺がじゃあ壊滅させる流れではないっていうことだね。あいつらがちょっとまあ待てよと。待ったら悪いようにはしねえからと言ってる感じ。ダメだこのジジイ。完全に俺に飽きた。次役だな。じゃあちょっとガチャやって帰ろうか。って言ってたらイベント始まるかもしれないから、ちょっと待とうか、ちょっと待とうか。ちょっと足も走りで。と思ったけど、もう近いんだったこれ。意外と近いんだった。足も走りむずいんだよこれ、実は。意外とむずい。